私はリカ。もうすぐ1歳になる娘がいる主婦で、現在育休中。来月には職場復帰する予定だが、不安なことが一つある。ねえ、共働きが始まってからの役割をちゃんと決めておきたいんだけど。それ前も話さなかった？話したけど、いつも適当に大丈夫、なんとかなるって終わらせるじゃない。そうだっけ？でもその通りでしょ。いちいち細かいこと決める必要ないよ。きっとなんとかなるし。なんとかって、それって大抵は私がやってるからなんとかなっているんだけどね。そうだっけ？まあいいじゃん。俺が動くときだってあるんだし。不安というのは夫のケイタのこと。ケイタはとにかく軽い。心配事があっても大丈夫、なんとかなるってと深く考えることをしない。結婚前はそのポジティブさが好きだったけど、根拠のないポジティブってよく考えたら怖い。思えば出産の時も、痛いよケイタ。そんな辛かったら俺邪魔じゃない？痛そうなの見るの嫌だし、俺ちょっと出かけてくるよ。ちょっと、これから生まれるのにそばにいてくれないの？だって俺することないし、リカも俺いるとイライラしてるじゃん。何よそれ、こっちは誰の子を産むと思ってるの？ほら、そんな怒んないの。大丈夫だって、俺いなくたってなんとかなるよ。母は強しって言うだろ。はぁ、あ、今出て行ったら一生許さないから、それでもいいなら出て行け。結局あそこで残ったけど、別に反省したわけじゃないのよね。私が切れたから残ったってだけで。大丈夫かな、いろいろと心配。リカは心配しすぎなんだよ。そんなに心配なら専業主婦になればいいのに。今の生活で専業主婦になる余裕はないってわからないの？そう？ほぼケイタのせいじゃない。結婚前に買った車や時計のローンや奨学金も返済終わってないでしょ？そうだけど、毎月ちゃんと返してるし、なんとかなってるじゃん。いやだから、私が節約してるんだってば。今後もっとお金もかかるし、専業主婦なんて絶対に無理。だからケイタもちゃんと協力してよ。お互い仕事をしてるのに、私だけ家事も育児もなんて絶対無理だもの。はいはい、わかったわかった。2ヶ月後、やっぱりこうなるじゃない。ケイタのやつ、お迎えは無理だけど、朝は俺が保育園に送るよって最初言ってたくせに。おはようございます、ゆまちゃん。おはよう。おはようございます、今日もよろしくお願いします。共働きしても私ばかり大変じゃない。家事も育児も全部私よ。ケイタは最初の1週間だけ保育園に送ってくれたり、家事をやってくれたが、今は何もしない。文句を言うと必ず、俺がやるよりリカの方が仕事が早いからさ。それにさ、やっぱりパパよりママの方がユマも嬉しいじゃん。そうやって逃げるのだ。なんか疲れてきたな。昔はあの軽さが心地よかったけど、いつまでもなんとかなるって思ってる人とこのまま生活していくのってどうなんだろう。ただ離婚の手続きを考えるとめんどくさい。そんなある日、ユマが熱を？わかりました。すぐ迎えに行きます。困ったな。これから打ち合わせなのに。あ、そうだ。ケイタにお願いしよう。ケイタはこの日午後休だった。もしもしケイタ？今どこにいるの？さっき帰ってきて、これから出かけるとこだよ。ちょうどよかった。すぐに保育園にユマを迎えに行ってちょうだい。熱があるって電話来たの。私は大事な打ち合わせがあるし、会社を抜けられないのよ。無理だよ。俺これから会社の同期と集まって先輩の結婚祝い買いに行くし。は？結婚祝い？それってそんなに急よ？熱を出してる子供を後回しにしてやらなきゃいけないこと？だってもう行くって言ったしさ。それに俺がユマを迎えに行っても、ユマの体調が治るわけじゃないだろ？それ、本気で言ってるの？子供なんだし熱くらい出すって。大丈夫だよ。リカも気にせず仕事したらいいよ。ああ、そう。わかったわ。じゃあ勝手にすれば？何が結婚祝いよ。信じられない。最低だわ。本当に最低。リカ、どうかした？ずいぶん大きい声だったけど。あ、すみません。ついカットして。仕事をしなければいけないのに、家事も育児も私だけが背負わされている。気持ちがいっぱいいっぱいになって、私は気づけば泣いてしまい、上司にケイタの愚痴を話していた。そうだったの。大丈夫よ。こっちの仕事は気にしなくていいから、あなたは保育園に行きなさい。でも。いいから、お子さん、きっと待ってるわよ。はい、ありがとうございます。リカ、こんなこと言ったらダメなのかもしれないけど、その旦那、本当に必要？ああ。ごめんね。でもリカが一人で仕事も家のこともやっているなら、旦那いらないんじゃない？そうかもしれません。もしリカが一人になっても、うちは社員にシングルマザーも多いし、その辺は心配しなくていいからね。上司のありがたい言葉に励まされ、私は急いで保育園へ行き、病院と買い物を済ませて家に帰った。その夜。ただいま。ごめん、途中でみんなで飲みに行く話になっちゃって。いや、
俺も悪かったって思ったから早く帰ってきたんだって。いつもはもっと遅いだろ。今はまだ9時じゃんな。いや実は先輩に怒られちゃってさ。飲み会に結婚する女の先輩もいたんだけど、子供が熱出したって話したら、お酒飲んじゃダメでしょって説教されちゃった。子供が夜中病院に行くときに運転できないじゃないって。俺は嫁も免許あるからって言ったんだけど、そういうことじゃないってその場にいる他のメンツにもえらい責められちゃった。先輩に説教されて目が覚めたわ。これからはちゃんとお前やユマのことを考えるからさ。ふーん、リカまだ怒ってる？大丈夫だって。マジで心入れ替えるって決めたから。ずいぶん簡単に心入れ替えることできるんだね。私が何度お願いしても大丈夫大丈夫って流してたくせに、会社の先輩に言われたらこんなに簡単なんだ。え？そうやって心を入れ替えたって言えば私が喜ぶと思った？ありがたがると？ふざけんじゃないわよ。自分の子が熱出して苦しんでるのに他人に説教されてこれから頑張る？言われても説得力ないわ。落ち着けって。そんな怒るとユマも起きちゃうだろ。都合悪くなる時だけユマの名前を言い訳みたいに使わないで。そういうつもりじゃ。私ユマが生まれてからずっと考えてたけど、もう決めたわ。離婚しましょう。は？なんで？なんで？逆に聞くけど、なんで離婚されないと思った？え？だって俺は父親じゃん。血が繋がっていれば父親なの？父親らしいことほぼしてないくせに抱っこすらしないじゃない。ずーっと嫌なことや面倒は私に押し付けて、私が文句を言えばママなんだからってバカにしてんじゃないわよ。悪かったって。そこはちゃんと先輩にも叱られたからさ、許してくれって。先輩の話はどうでもいい。どうでもいいって？今日のことで私にケイタは不要だなってはっきり分かったの。給料だってもともと同じくらいだし、むしろ私に借金はないし、家事も育児も元から私がやってたし、あなたがいなくて困ることは一つもないのよね。ユマの体調が良くなったらこの家を出ていくわ。実家に帰る。親にも伝えてあるから。ま、待ってくれよ。もう少し俺に時間をくれよ。ケイタがどう変化しようが私の気持ちに変化は絶対にないから。じゃあね。翌朝、ご飯作ったよ。ユマの体はどう？何してんの？いや、俺の変わったところを見せたくて。あ、そう。洗濯も終わらせておいたから、掃除機は会社から帰ったらやるよ。いいんじゃない？私とユマはもうここに帰ってこないから。待ってよ、せめて俺の変化を見てくれよ。昨日言ったでしょ、もうあなたはいらないの。そんな。昨日今日ちょっとやる気になったの見ただけでありがとうって喜ぶと思ったの？そんなわけないでしょ。いやいや、離婚なんて困るし、会社やうちの親になんて言えばいいんだよ。さあ、なんとかなるわよ。大丈夫大丈夫。私は必死ですがってくるケイタを無視して、病み上がりのユマを連れてタクシーに乗ったのだった。その後、あれから毎日ケイタから自分がどれだけ変わったか画像で送られてくる。二人がいつ帰ってきてもいいように、いつもこの状態で待ってます。毎日よく続くわね。リカ、ご飯よ。今行くわ。そういえば離婚のことはどうなったの？弁護士さんにお願いしたんでしょ？更新所の調査終わったから本格的に慰謝料請求するわ。あら、じゃあやっぱり。そうよ、あいつ待ってるなんて言っておいて現在進行形で不倫してるの。しかも会社の先輩とダブル不倫よ。こんな料理絶対あいつが作れるはずないもの。どうせこの先輩が作ってるんじゃない？ケイタの先輩、結婚したばかりなのに後輩慰めてそのまま浮気って、何やってんのかしらね。結婚したばかりで社内不倫ってとんでもないわね。私はもらうものしっかりもらうだけよ。いつもなんとかなると言っていたケイタを、なんとかなるどころかどうにもできない状況に追い詰めたのが、私は楽しくて仕方がないのだった。